おはようございます、こんにちは、こんばんは。ちょっとねガサガサうるさくて申し訳ないです。恋っていう字を間違えましたでね、まあ一応私は結婚 されてるんでしてるんで、あの恋愛をすることっていうのはないです、基本的に。まあドラマの中のその設定で、あこの俳優さん好きになってしまったとかっていうのはまああったりとかするんだけど、それ以上のことはないし、うん、まあ YouTuber の方は本気で好きになることっていうのもないしっていうのもあるんだけど、まあ恋愛をしてて諦める時って多分あると思うんですよ。恋多き女性男性含めてねどっかあもうこれ以上思っていても無駄だというかダメだっていう時、報われないみたいな感じでね、うん、どんな時なんだろう。本当に軽い言い方って言い方はおかしいけど、あのそのあこの人好きだなって思った時に、その人に彼女がいたとか彼氏がいたっていう時に、あ諦めようって思う人もいれば、いや諦めないって言う人もいるし、そもそも論として結婚している人がまあ基本的には知らないでね、知らないでいて、で気がついたら本気で好きになっててっていうことをしてて、うん、どうなんだろうね。まあ、その時に知った時点で、あこもうダメって、なんか拒否反応、自分がさ、拒否反応というかさ、あこれ以上付き合うと不倫になっちゃうっていうことで、拒否反応を起こして、別れるっていう、っていうのもあるし、うん、なんかどっかで拒否反応を起こしたら諦めるっていうのもあるのかもしれないね。恋愛遠距離とかでも、まあ、どっか節目で諦めた方がいいんじゃないかって思っちゃう時があるのかな。まあ、漫画レベルのあれなんですけど、その相手のそのね住んでいるとこで意外に近場で、うん、好きな人を見つけてしまってって、まあ歌なんかでありそうな感じがするけど、うん、そういうのとかね、どういう感じなんだろう。あもうダメだと思ったらもう私は一応スパッと切る方だったりするけど、まあそういう時によってうじうじしてしまう場合もあるかな。うん、まあまあ自分からスパッと切るっていうか切るって言い方おかしいけどね、あのスパッとこうね、あもうダメだと思ってその気持ちが冷めた時に、あ次行こうって思うのが相手から言われてたので、言われたからうじうじしてしまうっていうのもあるから、うーんっていうのもあるけど、どうなんだろうね、分からん皆さんどうでしょうか。以上です。